元々は、まあ、同じダンススクールのメンバー、そのレッスン生の中で最強のグループ作ろうぜっていうやつが一人いて、なんかきっかけはいろいろあるんですけど、僕東京に役者になりたくて上京してきて、でそういう養成所に入ったんですよ僕。で一応役者のコースでやってて、授業でヒップホップっていうレッスンがあって、ダンスの、あヒップホップしたらモテるなと思って始めましたね。初めヒップホップ自体が好きで、ものすごくで、いわゆるそういうなんか ER がつくラッパーとかスケーターとか、そういうのがなんかあかっこいいなって中学の時にまあ思い始めたのがもともときっかけで、ある時深夜にやってるレイブ2001っていうテレビ東京系のダンス番組を見た時に、一気にその今までぼんやりシルエットしか見えなかったものがバチーンとこう、うわこれがダンサーだっていうイメージが自分の中で一気に一致して、もうそこからはもうのめり込みましたね。レイブ2001を毎週金曜の夜にやってるの全部録画して、出てたかっこいいと思ったダンサーを全部振り付け覚えようと頑張ってましたね。それがきっかけだったと思います僕の中では。駆け出しでも月10本とかイベント出てたんで、その時のノルマがきつかったっすね。ノルマと衣装代か。だから もちろんスタジオで練習とかできなかったですしね。やっぱ野外でビルの前でやってましたよ。あれは国分寺のイベントだったかな、出番10分前に起きた時ですね。僕がメールがまあ20通ほど入ってまして、一番覚えてます、殿から あのたった2文字おいっていうのが最後のメールでした。それを見た時は多分そうですね、風邪ひいてないのに風邪ひいてるみたいな、中寒くて外暑いみたいな、あの絵も言われぬ皮膚の感じになったのをよく覚えてますね。次やったらクビなって言われました、ね、ああ思い出のイベントはやっぱ育ててもらったイベントっていうのがあって、それが、六本木のコアでやってたコネクトと千葉でやってたポッセですかね。まあ、ポッセがもうオーガナイザーももう友達みたいな感じだったんで、なんか友達ぐるみでイベントあるごとにやっぱ打ち上げで楽しんでたんで、なんか文化祭みたいな感覚でいつも打ち上げで行って、めちゃくちゃ熱く語ってお酒飲んで朝を待つみたいな感じでしたね。こっちの方じゃなかった？あ、いや違う違う、こっちこっち。あ、こっちだったっけ？こっちこっち。その若い頃はやっぱ千葉でイベントあるっていうことが一応都外に出るから、なんかちょっと自分たちの中でもやってる感がありましたね。はいはい。あ、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 あれじゃない？まだ残ってる？あれまだライブハウスっぽいよ。あ、ここここ。あ、ここここ。ここだ。あ、店構え変わってない。うん、ストーナイトも。ライブハウスになってるね今。でイベント終わったら大体ここでね、ダンサーがたむろしてるんですよ。大体こうなってるんで。早く帰れっていう役割のダンサーもいたりとか。はいはいはい、帰ろう帰ろう、はいはい、もう終わりですよみたいな。帰ろう。難しい。いやだだだ。いやだだだ。はい、お疲れ様でございます。最高。笑